ポール・エム・ナカソネ・ポール・ナカソネは、日本、沖縄系アメリカ人3世のアメリカ陸軍軍人。四つ星陸軍大将で、2018年からアメリカサイバー軍司令官とアメリカ国家安全保障局長官を務める。既婚者で、子供が4人いる。ナカソネは、第二次世界大戦中にアメリカ陸軍情報部に所属していた。 日系2世の大役陸軍大佐エドウィン・ナカソネとメアリアン・ナカソネとの間に生まれた。祖父は沖縄県中上郡三里村出身の中ソネ松吉。ミネソタ州ホワイトベア・レイクで高校を卒業した。セント・ジョンズ大学を1986年に卒業し在学中にアメリカ陸軍の予備役将校訓練課程を受けている。南カリフォルニア大学。 国家防衛情報大学、アメリカ陸軍戦略大学で学び、それぞれから修士号を受けている。また、アメリカ陸軍式幕僚大学の卒業生でもある。アメリカ陸軍で各レベルで働き、イラク、アフガニスタン、韓国で情報関係に従事した。2012年からは、アメリカ統合参謀本部のリー・ジョンカン政策の担当官を務めた。 2016年には中将に任命され、アメリカサイバー軍の副司令官を務めた。2016年10月には、陸軍、第二軍及び、アメリカ陸軍情報部の司令官を務めた。2018年、中曽根は、アメリカ国家安全保障局長官に任命されて、中央保安部長官、アメリカサイバー軍司令官の職務も合わせ持つ。四つ母子陸軍大将になった。 ありがとうございます。